ティブなんですけど、切っていいですか？本当にやめた方がいいですよ。やめた方がいい。本当にセリフなんですか？本当にセリフなんですか？ちょっとやばい。本当にセリフなんですか？あ、え？岡田健介さんに。違うね。うわ、1時間で沸騰したな。やべ。頼むよ、もう一回。ね。いや、次は温度下げてもいいけどさ。瞬間。ああ、よかった。そっか、近くか。ああ、さすがに貨物に湧く人はおらんと。ここで誰か、あ、そう、5倍級は最初、入力する人いねえんだ。青緑。さてさて、今までの流れからだと初手ヒロ入らないな。うん。はい。今はい殺すって言った人いましたね。入りましたよ。いました。残念ながら。今、まあまあ、あ、七コロチさんですね。七コです。はい、コロさん、七コです。いや、あの女性でマオシーが不死身は不死身の歌を歌ってました。じゃあ。今回は七子と一緒に浴びてたから、だもっと変態度が上がってる。俺が浴びてるところにわざわざやってきて歌ってきましたから。新手のテロだ、新手のテロ。不死身ハラスメント、不死身ハラスメントされた。藤原無理やり聞かされました。いつまで被害者。俺は何もしてない。マオハラでいいでしょ、マオハラで。フジミヤ、フジミヤ。マオハラや、マオハラ。ささやいて。ささやかれてる。フジミヤさん、中野地さん。あ、うるせんこびきた。フジミヤさん、フジミヤさん、なんですか、お久しぶり。お久しぶり。急に同窓会。うるせん出てくださいよ。うるせん出ていいんですか、僕が。出てくださいよ。出るしかないっしょ。出るしかないか。出ます。じゃあ明日出ます。明日出ます。おっと、マジ。あれ、あの、あら、すわ、あの、じゃあ、いや、じゃあ、じゃあ、どこだどこだ、じゃあ、インポスター。この笑い方多分分かってんだよな、インポスター。あの、いや、分かってないと。ピカプロスさんの死体が武器庫にありました。はい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 、いたいた、だって武器庫で見たもん、俺も。うん、分かってないと思って、マオさんが。どういうことでも、あ、でもマオは見てなくて。うん、でしょ。ピカプロスですって、ピカクロスですって名乗ってるピカクロスさんは見た。うん、うわ、やばい。マークやば。マーク、うん、ピカクロスさんの死体とピカクロスですっていう名乗ってるピカクロスさんは見た。そんだけ。はい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 、あとは分かんない。それしか分かんない、俺。状況的には。うん、俺に巧妙に塗ろうとしてるやつがいるじゃん。いや、俺は分かんないっつってるよ、だから。うん、そうだよね。だから違う。あ、でも武器庫だったらアルトさんいたわ。捕虜がいた、捕虜は。捕虜はいたね、捕虜いた。あ、じゃあ真央くんも武器庫にはいたってこと。いや、最初一緒に入ってるから、うん、一緒に入った。春風のように過ぎ去ってるから、俺はもう武器庫は爽やかな。うん、あ、でも分かんないってことだよね、これ、つまり。俺は分かんないかな。まだ分かってないんですよね。うん、うん、まあ、全然分かんない、ね、全然分かんない。差し出せ、フルニキ、こっちに差し出せ、マオ君を。差し出せ。分かった。みんなの自由に、自由、自由。カバウナ、ウルジキ。俺は自由と自由。俺は自由だと思う。みんな自由だと思う。まだ身柄を差し出せ。あの、俺が見たのは名前を名乗りながら歩いてるピカさんだけ。これ一回生かしてほしいんだけど、一回生かしてほしいんだけど、お願いがあって一回生かしてほしいんだが、あの、本当に人はびっくりするとあって言って死んでいくんだよ。明日出ます？あ、ちょっと明日は無理です。おお、おい、藤宮、おい、どうだ？あ、何ですか？何ですか？いつ出てくるんや？あ、もう空いてる日ならいつでも。ちょっとスケジュール送ります。
中のっち圧、中のっちの圧が。うん、後で DM くれ、後で。後で DM くれ。送りますー。お、消えた。うるせんってうるさくしなくちゃいけないんですよね。僕ちょっとうるさいのはちょっと静かな環境を好んで生きてきたもので、ちょっとうるさい環境はちょっと、僕も私の車のタイヤをね、パンクさせて、はい、覚えてますよ私は。そうっすよね、そうっすよね、そうっすよねしか言ってないさてアドミン見ちゃおう。あれ、あ、え、あ、まだ、まだいる。ちょっと待って、いろいろ今自分の中で。何やった？アーカイブ2の。セーフなんですけど、切っていいっすか？あ、本当にやめた方がいいっすよ。やめた方がいい。本当にセーフなんすか？本当にセーフなんすか？切っていいっすか？ちょっとやばい。本当にセーフなんすか？あ、え、あ、高田健志が 2匹。あれ高田健志が2匹これ今は今シェリフに切られたの。いや今さ、俺今シェリフに切られませんでした俺。いやちょっと確かに切られたようにも切ったようにも見えましたね。ちょっとそうなんですね。今中野内さんと、うん、藤宮さんと僕でコックピットにいたんですよ。で中野内さんは、うん、俺シェリフなんだけど切っていいっすか、うん、みたいな感じですげえ圧かけてきた。できれい中野内さんがいきなり弾けましたね。いやこれガチっすよ。それこそ高田健志が2人って言ってなかった。あの高田さんってラウンジからで会った時右行って、そっから帰ってきてないですよね。あ、帰ってきてないです。ですよね。あのラウンジから右に高田健志が行って、アーカイブ行ったらまた高田健志が無言できて。あ、そうね。さっきも違った。さっきも連れ違った。うん。あれ？2匹いるな。じゃあ、あれ？隠しろということでとりあえず。うん、俺隠しちゃった。とりあえずまあでもね、でもね、あのあれでもね、あのポクロスですって名乗ってた声はマオだったんだよね。いやマオだったね。あれ、いやこれはね、さあれ、ね、フルニキがええって言いながら言ってるアーカイブのは見てるよ。で剣士はどういうふうに動いたの。あ、そうか。どういうふうに動いたの。あ、今あのバイタルにいます。最後バイタルにいる。はい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 。さっき高田さんとラウンジですれ違いましたよ。おー、え、ラウンジのどの辺ですかそれ。ラウンジのトイレ前ぐらいかな。はいはい。あ、なんで今2人いる情報出てるんですかこれ。あ、フルコンさんが多分すれ違った後にもう一回すれ違ってるからじゃないですか、高田さんと。うん、あー、なるほど。これあのフルコンとトリッピーがアーカイブ行くの見て、そのままあのバイタルの方行ってますよ。え、それはどういうルートで。シャワーアーカイブラウンジ貨物バイタル。あ、はいはいはい、うん、で、フルニキはどこで2回見たの。ラウンジで見た後、アーカイブ付近でもう1回見て、その時は無言やった。あの、ね、ラウンジで会った高田健志は喋ってて、あのアーカイブで会った高田健志は口がなかった。おお、さっき会った高田さんは無言だった。とりあえず愚痴壺さんは悪い愚痴壺さんです。モーフィング。え、そうだ、そうだね。悪の愚痴壺。これはシェフで切られ、ちょっと一旦ちょっと。これは悪の愚痴壺です。あの、あ、これ悪の愚痴壺。いや、じゃあ俺切られましたよシェフに。シェフ。いやね、中野ちやるんですよね。いや。そうっすよね。ああ、さようなら愚痴壺さん。あれ？俺っすかこれ？さようなら。あれ？終わった？バイバーイ。終わったこれ。終わった。これどうなってんだ。なんだこれ。なんだこれ。なんだこれ。フルコンさん、やること全部やった。全部やったよ。どうすんだこれ。全部やった。ねえ。やばいよマジで。なんだ。本当に全部やったよ。いいじゃん。全部やって新たな因縁が生まれました今。切られた私マットメイド。あの、そういうことか。言わないで大きい声でマットマットマットって言ってくんないと困る。切る文字が早いの。言えるかそんなもん。分かってないね。
あ、でも俺がピカさんのことピカクロスで切ったよ、ちゃんと。あ、そうか、そう聞いてた。ピカさんごめん。毛布されてるふりをしてただけ。なんでだよ、そういうこと。なんでだよ。もう、なんでだよ。なかなかぐるぐる回ってたってこと。そう。頭爆発した。だから、2回すれ違ったことを装うふりをして。待って。遊んでたってか。そう、遊んでた。そうかな、真央くんで毛布落ちてるもんな。そう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 。落ちてるやん。あ、俺破綻しちゃったと思って、途中で。あ、マオって最初俺マットやと思ってたりした、うん、そんなことはない。いや、してない。もう単純にあのフルコンさんの姿を見て黙って走り去ったら、うん、まあまあ戦えるが、うん、俺ここでピカクロスですって言わなかったら人じゃねえなと思って、うん、ピカクロスですピカクロスですって言って歩いて去っていったからあれはもう言わない方がおかしい、うん、間違いない。えらい、えらい、とてもえらい君はとてもえらい。禁断のお、キッチン一の石油に下の方石油にいますよ、石油ちょっとだけ開けます。石油、石油いきます。さて、やってるぞこれは。さすがにあれ、グッズ壺さん来ない来ない。これはやってますよ、うん、あ、あれ、あれやってない。はじめやさん、やったな、これ。エレキで、エレキでやったでしょ、中田さん。あー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 おーさすが七子さん。さあ、思いました。あ、これ知ってます、知ってます、知ってます、知ってます。知ってるんだ。知ってます。石油、おお、折ってる。ん、石油で死んでます。じゃあ、じゃあ、教えてください。何があったか。ああ、っていう流れです。あ、そうっすね。僕コックピット行ったんですよ、今回。コックピット行って、アドミンをちょっと開いて、武器庫の方に行ったんですね。そしたら藤宮さんと同じルートだったんですよ、僕。おで、藤宮さんが僕に自慢してきたんですよ、石油行きますって。で、僕はそれを残して、金庫室行ってるんで、そうそう、自慢したいんだろうな。自慢のって思われた。アドミンは何秒ぐらい見たんですか。石油行きますで自慢になるんだ。そんなすごいことなのか。そうなんすよね。多分普通のライセンスじゃ入れないんだろうな。次のターンに減るんです。